こんにちは。私はヨシです。このビデオは、センシアシステムレビュービデオ13番目です。それでは私の講座を見てみましょう。前回のビデオからさらに2名追加で、今59人私のチームにいます。で、次なんですが、このダッシュボード行ってみましょう。今日の儲けがこれですね。0.44% の 2.08 ドル。で、まあ、ここにその儲けが含まれています。で、こう毎日パーセントが違うじゃないですか。で、この会社は、メンバーが投資したお金を使って、FX をします。それで、利益をメンバーに配当しています。で、最低金額が、100ドルで始められます。で、今すぐ始めることをお勧めします。なぜなら、このパーセントあるじゃないですか。今始めないと、この毎日こう、パーセントが発生しているのを、まあ、もらえないですよね。で、例えば、まあ、100ドルが最低金額なんですが、例えばここの計算機に行ってみましょう。で、まあ、100ドルも入ってますね。で、例えばここを見てみますと、まあ、初めの方は少ないですよね。まあ、元金が少ないですからね。ただ、まあ、例えば100ドルで始めました。で、1年間経つと、例えばここですね。元金の100ドルも入ってます。で、244ドルになりますね。で、もう1年間ほったらかしておくと、例えば、ここの617ドルになりますね。これは、儲けた、金額もさらに投資するっていう形で、一銭もこう引き下ろすことはしないってことですね。で、こういう形になります。で、例えば3年目、1819ドル。まあ、投資の元金がですね、なりますね。で、4年目、5798ドル。で、次が、28811ドルですね。まあ、これは計算機は平均、収入の平均を使ってるので、まあ少し多くなるかもしれないし、少なくなるかもしれないですよね。ただ、まあ大体こういう形になるっていう、まあ、感じですね。で、次に、例えばここを見ますと、これは月の儲けなんですが、例えばこの月に、例えば5年目の12ヶ月目から、全額、まあ儲けの全額を下ろそうとしますよね。そうすると、大体2000ドルぐらいの儲けが毎月こう下ろせると。で、ここの元金は減りません。例えば期限があるとかそういうこともありません。もし会社が FX でロスを発生させますよね。そうすると、まあ、元金が減るかもしれないっていうのは、まあ、それがリスクですよね。ただ、3年間、ずっとこの会社、大体3年間ですね。今2年10ヶ月ぐらいですか。まあ、やってて、どの月も全部、プラスですよね。だから、元金が減るっていうことは、まあ、なかなか、ないですね。で、例えば、システム的に、ストップロスっていうシステムを使ってまして、全部の金額が一気にこう、その口座からなくなるっていうことはありません。ある程度の、損失になると、そこでストップして、まあ、そのトレードを、閉めちゃうっていうことですね。だから、それ以上、マイナスになることはないということですね。だから、まあ、だいたい、このぐらいの金額が、まあ、毎月、まあ、入るようになりますね。もし、センシアシステムに登録したければ、このビデオの下ですね。例えば、これ、昨日のビデオですが、こういう感じで、下にリンクがあります。で、ここ、例えば一番初めのリンク、これをクリックすると、このページに行きますね。で、4つビデオがあります。で、初めのビデオは、どのようにその、メンバー登録するか。で、次に、その、センシアシステムの S ウォレット、クリプトウォレットですね。これの使い方。で、その次にそれを使って、どのように投資をするか。で、さらに、一番最後に、どうしてセンシアシステムに投資した方がいいかっていう、まあ理由ですね。を説明しています。で、ここのリンクをクリックしてグループに行くと、ボーナスがありますね。で、ここなんですが、これ日本語のグループなんですが、一番初めのこのアナウンスメントのポストを見ると、ここに、下のコメントのところに、その集客方法ですか。を、ビデオで紹介しています。まあ、今まだ一つしかないですが、どんどんこう追加していきますね、後から。で、その方法を使って、まあ、私はこの、申請システムのチームを、の人数を増やしています。今、59人ですね。だから、まあ、単純に、このビデオを見て、そのまま、同じようにすると、まあ、集客できるってことですよね。で、この方法は無料の方法なので、まあ、誰でも簡単にできますね。基本的に YouTube と、Facebook を使ったマーケティングです。で、もし質問がありましたら、このグループにポストするか、この私の講座に、メッセージをください。それでは、このビデオはこれで終わります。私はヨシです。では、次回のビデオでまたお会いしましょう。それではまた。